り場に16時48分発普通金沢行きが4秒で入ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は胆振橋、阿波津、小松の順に止まります。列車が到着します。ご注意ください。ありがとうございました。小松です。1番乗り場から普通電車金沢行き発車いたします。1番乗り場から普通金沢行きが発車します。ご注意ください。小松駅に着きまして、改札を出まして、新幹線はですね、東口側になりますので、東口にねまずは向かいたいと思います。はい、左に曲がりますね。
をしますと、こちらも新幹線乗り場というね、もう看板がしっかりとね、私をね迎えてくれました。他の駅と比べましてね、こちら、壁というかね、仕切りのこちらもね、なんかちょっと低めなんでね、ちゃんとこう覗くことができますね。こちらは何を作るんだろうな、今後単なる広場みたいなような感じですけども、ちょっと見えづらいですけれども、 IR 石川鉄道というのが書いてありますね。このスペースは何に使われるんでしょうね。でこちらは新幹線の上で、切符売り場と、はい、しっかりね、緑の窓口も設置されるようです。これはありがたいですね。最近本当緑の窓口どんどん、廃止してますからね。でこちらは、このシャッターの奥が多分、改札口でしょうかね。で外に出ますと、今日はね、ちょっと時間が遅かったせいかね、小松の森閉まってましたのでね、あのでかいダンプカーが見えなかったのがちょっと残念です。はい、開業まで約10ヶ月ということでね、2024年の多分3月のダイヤ改正時に開業するのではないかと思っております。はい、で西口に来たのですけども、今ね、この画面を見てちょっと違和感を感じませんでしょうかね。この小松駅のっていう看板のところを見てもらうと、気づかれると思うんですけども、そう、あの JR のマークが取られているんですね。これわかりますか。ここに IR 石川鉄道の看板でもつけるんでしょうかね。どういう風になるんでしょうか。